財務省、おい、ふざけろよ。国民負担率47.5%。もうやめてくれよ、お前。10万稼いだら47,500円持ってかれちゃうよ、もう。で、残った分からもう消費税かかるんだろいや、もうこれじゃあね、いくら稼いでも稼いでも追いつかないよ。よくね、稼ぐに追いつく貧乏なしって言うけれども。いや、もうね、 追いつかれちゃったよ、これ。いや、これはきついよ。どんだけやってもさ、まあ、何これ。半分持ってかれるわけだよ。やってらんないよね。だってさ、いくら、世のため人のためにやっても、その半分持ってかれて、わけのわかんない時に消えるわけでしょこれはやる気なくなるよね。 やる気なくなることを狙ってやってるんじゃろうと思うけどもね。うん。だいたいこのね、税金回収しすぎで、税金をなんかの財源とか言う人もいるけども。あのね、工夫しろよ。本当に。主に財務省。足りなきゃ分取どる何盗賊じゃねえかよ。何やってんだよ。もうね、みんなで税金払うのやめたいよね、これはね。 何マイナンバーカードまだ税金分取る仕組みかこれは。あまりにも人気がないから。2万円払うから。ポイントをつけるから。カード作ってくださいって言っても入らないから。ついに強制加入か。なんだこりゃ。何やってんだ。もうどうなってんだ。敵にはうちにありか。もうこうなったら。もうどうしましょう。どうしましょう。やなっちゃうね。まあ、今日のツイッターのトレンドも、 所得の半分近く国民負担率になっちゃってるじゃん。これ財務省的には恥ずかしいと思わないとね。もう国民からぶんどってね。何やってんのねえ、左源、弾幕薄いよ。何やってんのブライトさんじゃないんだからさ。頼むよ。